どうもなんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日の動画なんですが、 ATC がない機械でも効率よく段取りを行っていくコツということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回の段取りは材料が長いので2台のバイスを使用しまして、今回のテーマの木もワークストッパーをセットしています。バイス口金とワークサイズに合わせたパラレルブロックを使いまして、バイスよりワークの方が高くなるように、かつドリルが抜けた時にバイスに穴を開けないようにしておきます。ワークストッパーにコツッと当ててからバイスでワークをつかみます。バイスとストッパーは固定されているので、ワークの固定位置は何度脱着してもほぼ同じ位置に固定できます。この状態でワーク原点を取っていきます。原点を取る工具はアキュセンターと呼ばれる芯出しツールを使います。芯出しツールはいろいろありますが、アキュセンターはわりかし一般的な芯出しツールとなっております。今回はワークの位置決めが固定されているため、 XY 原点出しはこの1回の測定で済ませることができます。パルスハンドルを操作してアキュセンターをワークに接触させます。アキュセンターがカクッとずれたら接触したことが分かりますので、アキュセンターの半径分を考慮した原点を CNC ソフトに入力いたします。 XY00 の時ワークの角、 Z 方向の原点出しは工具が変わるたびに取り直します。超補正というものを使うと工具変わるたびに取り直さなくてよくなるんですが、刃物工具ごとにツールホルダーを用意しなければならなくなりますので、コスト高でございます。ドリルの位置決めにセンタードリル使います。ドリルの位置決めにはリーディングドリルとかの方が個人的には好みですが、今手持ちにありませんので、こちらでやっていきます。まあこういった作業は手作業でも毛が入ってポンチ打ってボールバーみたいな感じで開けれると思うんですが、早いし正確なので CNC の得意分野的な加工と言えるんじゃないのかなと思います。ストッパーを使ってワークの固定位置の再現性が高くなっているので外しちゃって大丈夫です。もう一個のワークに交換して同じ加工を行っていきます。2本とも加工が終わりましたら、ドリルに交換して穴開け加工に移っていきます。工具の長さ変わりましたので、原点を改めて取っていきます。
エンドミルでの加工に移りますので、ドリルチャックは外します。エンドミルの保持に使っているのは直送式コレットとかいうやつで、主軸テーパーに直接コレットを突っ込むやつになります。ホルダーレスなので剛性面で有利な反面、引き出し長さが足りなくなったりしがちなので、いいとこ悪いとこ両方あります。普通工場では見かけないタイプの、ホビー界隈でくらいしか見かけないツールです。エンドミルでキャップボルトのザグリ穴を加工していきます。ボール盤だとザグリサイズに合わせてドリルがいりますけれど、 CNC 制御なら1本のエンドミルでいろいろな直径のザグリ穴を開けられます。加工時間はドリルの方が早いんですが、工具サイズに依存する量が CNC だと結構減るのがいい感じです。1本目ザグリ穴の加工終わりましたら、2本目の枠に入れ替えて加工を進めていきます。機械による加工はザグリ穴で最後です。あとは面取りをすれば完成でございます。面取りを行うのは何でもいいんですが、インパクトのワンタッチのツール交換ができるやつが面取りするときに最近便利だと気づきました。サイズ違いの面取りカッターに手早く交換できます。交換にストレスがないので、ザグリ穴の奥の面取りの方もやっておきました。普段はやりませんが、 ATC のあるマシニングを使った場合、手で面取りするのが面倒なので、機械で面取りできるようにツールのセッティングとプログラムを用意していたのですが、手動ツール交換になる CNC フライスだと面取りのためにツールプログラムの交換作業が増えるので、こんな感じで手でやった方が楽に感じます。というような感じで、1ぎ目を行って減点取りを1回だけにする、1つの品物に3回工具交換をして、2個目の品物同じものをまた3回工具交換するってなると時間がかかるので、1回の工具交換で2個のあるいは複数個の部品を加工できるということで時短になるということですね。今回の動画で作りました部品がどのように使われるのかは後ほどの動画で紹介したいと思います。
今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったと思う方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。